アブナー・フランク・ダル・リンプルは、主に1880年代に活躍した、アメリカ合衆国のプロ野球選手。ポジションは、左翼手。ウィスコンシン州、グレーショット生まれ。右投げ左打ち。1880年代5度のリーグ優勝をした頃の、シカゴ・カブスのリードオフマン。1885年には、ナショナルリーグ本塁打王となった。1878年。 当時所属していたミルウォーキーグレイズがナショナルリーグに加盟。ダルリンプルは61試合に出場して354という高い打率を残し、この年ナショナルリーグはダルリンプルをリーグの首位打者と発表した。ただこの当時、打率の計算は勝敗のつかなかった試合の成績を除いて計算されており、後年になって記録の見直しが行われた際に、 この年の首位打者は、ボールハインズに訂正されている。ミルウォーキーは1年で、ナショナルリーグを離れたが、ダルリンプルは、翌1879年から、シカゴ・ホワイト・ストッキングスに所属し、リード・オフマンを務めた。1880年には、リーグ最多となる91得点と126、アンダーを記録する。翌1881年8月21日の、 バッファローとの試合ではメジャーリーグで初めて満塁で敬遠されたという記録が残っている。シカゴでは毎年3割前後の打率を残し、1884年には22本もの本塁打を放った。これは通算本塁打のほぼ半分に当たるのだが、この頃シカゴホワイトストッキングスは外野が極端に狭いレークフロントパークを本拠地にしており、 あまりに狭いため1883年までフェンス越への当たりを本類だとしないルールを適用していたものを1884年に撤廃したためでもある。ホワイトストッキングスは1885年に本拠地を移転してこの恩恵はなくなったが、同年はリーグ最多の11本類だを記録している。1886年に打撃不振となり、ダルリンプルは同年オフに、 ピッツバーグアルゲニーズに放出された。ピッツバーグに2年在籍した後一度メジャーリーグを離れたが、1891年に当時のミルウォーキーブルワーズがアメリカンアソシエーションに加盟した際再びメジャーリーグに登場しサイクルアンダーも記録している。メジャーで活躍したのはこの年までで引退後1939年にイリノイ州で81歳で亡くなっている。数字の後のは 記録不明箇所があることを示す。ありがとうございます。